おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。いつもありがとうございます。おはようございます。皆さん早い。ありがとうございます。今日は6月の22日火曜日ですね。なんか結局ずっと晴れてますね。あんまり雨が降らない梅雨かもしれないですね。ありがとうございます。なんか昨日夏至でどう過ごしたらいいんでしょうねとか言ってたら、今千鶴さんが見えたんだけど、千鶴さんのインスタをちらっと見たらすごい素敵ななんか夏至の過ごし方をされてました。夜明けとともにもうなんか散歩に行って、公園でとか神社でとか、すごい素敵な、なんかきっとね、いいこれからの展開が楽しみな感じだなと思って、すごい素敵な写真を見てました。なんか私はなだれ崩しな感じの夏至でしたけどすごい素敵でしたよ、千鶴さんの。では、今日は、今日はっていうか、まずちょっとなんかよく瞑想をするピアニーノから行ってみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。
ありました。ありがとうございました。どうしようかな。なんか、あんまり大して話すことないんですけど、昨日っていうか、ちょっと何日か前に、何だったっけ、なんか長い瞑想とかやった時に、何だったっけ、雨がなんか弾みで雨だれ引いちゃった時があって、でちょっと、そういえばそういうやつを前は撮ってたんだってことを思い出して、なんていうの、解説、あ、そうでもない、解説して弾くみたいな、やつが放置されてるってこと、そういうなんか YouTube が放置されてることを思い出して、昨日ちょっとまたやる気なくなっちゃうから、雨だれ引いたついでに、ちょっと しかも雑に引いたから、ちゃんと一回録音しとこうと思って、その雨だれ解説した雨だれっていうのをちょっと撮ったんですけど、それでなんか思い出したんだけど、最初ピアニーノはオンライン絶対無理だと思ってて、音が微妙すぎて小さいから、この場にいるとなんとなくその音はちょっと弱くても、振動とかなんかいろんなことはこう同じ場にいると伝わるから、なんとなくそのちっちゃいサロンコンサートとかだと、きっとね、お客結構来たここ来たお客様がすごいピアニーノのこと好きになってくださってっていうのは、そうなんだろうな、同じ場にいるから伝わることなんだろうなと思って、これなんか音だけ、なんかちょっとかすれ気味の音だけオンライン載せたらもう絶対ダメだと思って、やめようと思ってたんですよね。それでなんでこうなったんだろうと思って、多分賛美歌をなんで、あ、そうか、コロナで、やっぱりコロナでそういうお客様がもう来なくなって、それピアニーノがちょっと拗ねた感じになっちゃって、えっていうほど音が下がったりとか、なんかやっぱりなんかで、ちょっと遡ると、最初修復されたで、ここ来たばっかりの頃はちょっとなんか、なんていうのかな、年寄りだけど、そのいろんな部品とか変わったから、ちょっと生まれたてみたいなとこもあって、ちょっとおどおどしてるというか、なんか
なんていうのか、ちょっと自信なさげみたいな、すごい弱々しいみたいな感じだったんだけれど、どうもお客さんとか好きみたいで、あの人が来だしたらすごいなんかどんどん張り切ってきて、でなんかみんなでそう冗談で、そのもしかしたら昔ね180年前にはこう結構サロンで活躍してて、いろんな人に聞いてもらってて、その現役時代を思い出したのかもねとかって言ってる方とかいたんですけど、それでだんだんなんか本当に変わるんですよね、こういうものとは言えないなっていうか、本当になんかものってやっぱり伝わるというか生きてるんだなって思ったんですけど、まあ楽器だけどね。それで今度コロナになって、さすがにちょっと密な部屋に人を集めるのはねダメなので、ちょっとやめてたらなんかびっくりするほど拗ねちゃって、あ、やっぱりなんか本番好きなんだねみたいなことになって、それであとそのいつも来てくださってたお客様とかが、ピアニーノ懐かしいとか言ってくださってる方がいたので、クリスマスプレゼントみたいな感じで賛美歌ぐらいだったら、音がね、音というよりまあ雰囲気だから、でなんかこれろうそく立てがろうそくつけて、それで賛美歌を、賛美歌シリーズとかって言って、賛美歌を 毎日じゃないけど、去年の暮れですよね、だからクリスマ12月に入ってクリスマスまでぐらいの間、賛美歌を1個弾いて、それでこのピアニーノにまつわる話をするみたいなやつをやったんですよね。そしたらなんか意外とその何か伝わるみたいな反応が、聞いてくださったピアニーノ知らない方が聞いてくださった時に、意外とその音は伝わってなくても、音は伝わってないっていうか、ここにいる音とは違う音が言ってると思うんだけど、なんか意外とその本質的なっていうかは、なんか感じてくださってるような感じがして、それでじゃあって言って、ちょっとたまにちょっと 何やったかな、まあサティとかちょっとしかやってないけど、何やったかな、あとショパンのちょっとすごいマイナーな曲を1個やったり、ちゃんとしたちょっとなんか逃げたやつしかやってなかったんですけど、意外 と伝わるんだなっていう感じになって、それからなんで瞑想するになったのかちょっともうよくわかんないんですけど、ああそうだ、それで、瞑想するやつは瞑想のやつをやってくださいって言われて、朝のね瞑想するのにピアノで瞑想したいっていうだけのリクエストだったので、もちろん私はオンラインでピアニーノっていう頭はなくて、普通のピアノでやるもんだと思ってたんだけど、なんかふと、もしかしたらこう瞑想的、どっちが瞑想的かって言ったら絶対こっちの方がなんかこう瞑想的だし、なんかちょっとどっかの時空につながっていそうだしっていうことで、こっちでやることにしたんですよね。だからなんか不思議な感じで、それでそしたらなんか勢いでこの間雨だれ弾いたんでっていう感じで、ちょっと雨だれとか有名な曲だけど撮ってみようかなって撮ったんですけど、やっぱりなんかちょっと前よりもまた音が全然変わってるなと思って、だから物ってね、物じゃないっていうか、っていうかもう毎瞬っていうか、本当に何か毎回違う気がしますけどね。という感じで、なので誰が、まあ、誰が弾いたかでも、だからそのあれですか、波動干渉ってやつ、その、こちら、ピアニーノ自体にもちゃんとなんか人格っていうか、その、ね、固有の波動があって、なんか変な言い方すると、それでそのだからね、この間、あ、昨日だ、昨日話したちょっとその「夜の鳥」っていう曲を作曲して、二方でもう亡くなった方のピアノを弾く機会があってって言った時に、やっぱりなんか弾いた瞬間にちょっと
なんかその人のことが分かるって言ったらすっごいちょっとそこまではじゃないですけど、ああっていう感じ、なんかっていうのはその時思ったのはそのエラールっていうピアノだったんだけど、まあそのストーリーが、ね、持ち主が突然倒れてしまって、で長いこと病院で意識不明でいて、でその間に、まあ、親戚の方がもう本当にこう誰もいない家に放置されていて、すごいもう状態も悪くなっていたそのアンティークのエラールティピアノを、まあこのピアニーの修復した和田さんが、まあ縁があってこうまた修復することになったっていうピアノで、まあちょっとなんかなんていうのかな、かわいそうだったっていうか、その例えばその中俣さんっていうその持ち主の方もさぞかし無念だろうなとか、なんか心残りだろうなとか、なんかいろいろ勝手に思ってたんだけど、そのピアノ弾いたらとにかくなんかこう明るかったんですよ。明るくて、なんていうのかな、何のあれもなんていうのかな、本当にこうそういう後悔とかなんか無念とかそういうの全くなくて、なんか。なので、なんか幸せだったか知らないけど、でもなんかこのピアノとその中俣さんっていう方はものすごくこういい関係で、そしてもう本当に悔いがないように付き合ってっていうか、仲良く暮らして、そして終わったんだなっていう感じがして、なんかすごい私誤解してたなと思って、だからそういうことがもう何て言うの、ピアノとその弾いた方とのなんかが残るっていうか、よくちょっとうまく言えないんですけど、なのでやっぱ物って育てるっていうか、お互いにこう影響し合うものなんだなって。だからアンティークってちょっとね、宝石とかだとなんかいろんな、なんかそういうのもきっとあるんでしょうね、私わかんないですけど、その変ななんか念みたいのが入ってるのとかもあるから、あんまり安易にそういうものっていう人もいますよね。でもなんか私結構アンティークとか好きで、まあ自分では買わないけども、母が買ったやつとか、母が買ったアンティークだから、またもっと昔のとか好きだけど、でも私が思う、まあ自分勝手にね、それが好きだと一応私のもの、なんか、なんていうのかな、悪いものと思いたくないからっていうのもあるけど、まあとりあえず何百年とか100年とか、その壊されないで、で捨てられないで人の手を渡ってここまで来たってことは、やっぱりなんかそれぞれのなんかいろんな危機は乗り越えて、それでみんながやっぱり大事にして、愛情を込めてとかのこうリレーっていう感じがするから。なんかそんなに怨念がなんかとかって、まあ思いたくないなっていうか、幸せ生き残ってきた者たちっていう感じはするんですよね、っていうなんか話になりました、なんかっていうことですかね。ちょっと何が言いたかったといいまいいかというと、ピアニーノの音が結構変わっていて、なんか雨だれ、私もそんな上手じゃないけど、なんかね、その「雨だれ」の曲って、またこれ本当に独断な話だから、なんか私の勝手な感想ですけどね、「雨だれ」っていう曲は普通の、今もちろんモダンな現代のピアノで弾く演奏しか聞かないし、まあ、主にね、でその音に慣れてるけど、ちょっとこうはっきりくっきりで、それがいいんですよ。で私もそうでやってたんだけど、全くなんかね、こうピアニーノって現代のピアノの、まあ、発展する前のちょっと、まあ、ある意味なんていうの、劣ったとは言ったら悪いけど、そういう捉え方じゃなくって、やっぱりこれは本当にこう別の生き物っていうか、別の音で、それでその「雨だれ」は本当にこれでショパン、これじゃないけど同じ楽器でショパンは作曲したんですよね。その
ピアノが届かなくって、やっと届いて、それでそれによって本当にその音の美しさに感動して作曲したっていう中の一曲なので、やっぱりこの曲とこのピアノっていうのは、の音っていうのは、なんかすごい、なんかこう一致してるっていうか、なんかちょっと違う風に私は感じて、普通のピアノで弾くのと、なんか別のなんかものが立ち上がる気がして、あ、やっぱりこれで作曲したんだろうなと思ったのと、なんかそれに向けてこうピアニーノすごい戻してきたっていうか、なんか張り切ってんなみたいな感じがして、可愛いなと思ったりしました。なので、まあね、物がこんなに変わるんだから、生きてる人間とかなんて、そんなの変わるの当たり前じゃんってすごい思ったんですよね。あ、そうそう、それをすごい思いました。こんな止まってるように見えて、固まってるように見えてるものが、そんなになんかもう生き生き変わってくるんだったら、もう目に見えて私たち生きてるじゃないですか、細胞とか。だからそりゃ変わると思いました。だから変わると思えば、無理じゃないと思うと変わらないので。で、ピアニーノもなんか変わるって思い出したら、なんかどんどん変わる気がするので、まあね、なんか諦めない方がいいですよね、何事もね。これも捨てられちゃうところだったので、もうこんなにみんなになんかベルギーの倉庫の中でもうそのまま終わりになるところが、皆様に聞いていただけて本当に幸せだと思います。私もそう思います。ということで、ありがとうございました。じゃあね、今日はなんかまた流れに任せた話でしたけど、こんなところで終わりたいと思います。今日は6月22日火曜日、今日が素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝によろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。じゃあね。